うるさい。え、なんで、ん、え、嘘でしょ。なんで、ん、 Everybody say hi。 やってよ五条悟。え、じゃもう一回いくよ。え、何これ、五条悟、これが五条悟って全然知らない。さすが知らない。ちょっと待って、ストップストップ。え、まず最初に、大丈夫、僕最強だから。知らないよ。領域展開について大丈夫教えてあげる。僕領域展開最強だから。最強、領域展開。あ、そうそうそう、教えてあげる。そう、教えてあげる。照れるなよ。知らないよそれ。なんだっけ、これが呪術回戦の歌なわけねえだろ。ちょっと待って、静かにして。おい、話を聞くよ。どうしたんだい、そんなに怒って。今日怒りたい点は2つ。何ですか。今日のお品書きは2つでございます。はい、何でしょうか。はい、ですね、あやなおさん、うん、もうあーちゃんはね、すごい本当に羨ましいですね。あの、あーちゃんはもう全部大好きになれるという、うん、素質を持っているんだよ、うん、すごいよね。うん、全部大好き。みんな仲間。うん、すごいよね。うん。まあまあまあ、それはいいとして、うん、まず、うん、この、うん、今、撮ってる、この、でっかい鏡さ、あるじゃん。うん。これは何？これは、でっかい鏡。いや、これはね、もう今コロナで外出れないじゃん。うん、で、やっぱダンスが好きだから、私たちは。まあ俺も目の前で踊ってればたまにやりはするぐらいだね。だから常にこう自分の全身をこう見ることによって、うん、ああ、もうちょっと頑張んないとっていう気持ちになるわけですよ。はい。なんか鏡っていうのは大事で、はい。うん。常にこう自分と向き合う。でかくない？うん。三枚開き。これでね、ダンスが踊れるわけですよ。みんなで。でっけえって。いや、俺が、もし仮にね、うん、ここにでっけえ甲冑をガゴバーンって、置いたら、あなた怒りますよね。だって甲冑は何の役にも立たないですよね。ん？甲冑って何の役にも立たないですよね。全身。何の役にも立たないものだらけです、この世なんて。全身鏡。こう、そこにあるというだけでいいんです。この世界には何の役にも立たない。じゃあ、甲冑をいっぱいあります。え？3日でギタギタにしてやるぐ。なんでだよ。鏡全部ぶち割ってやろうか、この野郎。ああ、じゃあごめんね。うん、全部直す、うん。全部鏡にして。全部鏡にして。全部鏡にしていいんだよ。ああ。全部鏡。こっちも、こっちも全部壁越しまで全部鏡にしていいんだよ。おもろいっしょ。あとまあ、これは大筋じゃないんだけど、うん、相変わらず TikTok にはまりすぎ。ちょっとやめて。領域展開して。目つぶるから。あの声でもぶち割れてる声だもんね。そうそう、領域展開、耳気持ちいいですね。やっぱりウーくんの声って、みんなウーくんの声好きなんだよ。知ってる？ね、おーちゃんはいつもウーくんがブサイクって言われてると、うーん、ウーくんはかっこいいからね、大丈夫だよって遠くからアドバイスするんだ。そうするとウーくんが大丈夫だよ、僕イケメンだからって言うの。うん、そう、そのアドバイスのおかげでウーくんはアドバイスかな、それ。大丈夫。もっとこうしなとかじゃなくて。僕イケメンだから。あだだ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 、あとさ。なになに？なんか深夜にめっちゃアプリやってんじゃん、最近、あーちゃん。ん？あれ、あれ、クラブハウス。あー、クラハ？え、嘘でしょ。クラハ？え、嘘でしょ。クラハになった？クラハね。クラハね。クラハになったの？最近はもっぱらクラハだよね。そうなの？そうだよね。ちょうどよね、クラハだよね。ちょこちょこちょ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 。それあーちゃんが言ってくるやつやん。それおみくちくせえぞって言ってるのと同じでしょ。つまりそういうことでしょ。うん、
そういうこと。じゃあ、おめえ口くせえぞって言って。おめえ口くせえぞ。歯磨きな。大丈夫。大丈夫ってやつなんですか。口くさ展開。無料講習。無料講習はやばい。いらん。無料だとしてもいらん。なんですかあのアプリ。僕はあんまりいまいち分かってないんですけど、あの一応入れてみたけど。五条悟です。大丈夫。僕最強だから。え？クラブハウスについて教えてあげる。バカこけ。そうだよ。クラブハウスっていうのはね、まだ知らない人もいるかと思うから、私がどないな感じなのっていうのを説明すると、クラブハウスはカロリーで表すと、うん、ツイッター、クラブハウス、インスタライブみたいな。そこなんだ。なんか、うん、ツイキャスとも違う。ああ。クラブハウスはもうコメント欄がないのね。だからなんか、インスタライブやるのはさ、顔出ししなきゃいけないでしょ？うん。リプ編とかだとさ、文字をずっと打たなきゃいけないじゃん。うん。もうそのなんか、ちょうどいい中間のコメントもない、ただのなんか、バッっていう喋り場みたいなのが、領域展開されてんの。はい。コメントで文字がないから、まず嵐とかいう概念も存在しないし、その場の中で行われている会話とかを、外に出すのはダメなのね、規約で。まあ、どうやってそれを守るのって話なんだけど、まあ一応、それの話をツイッターとかに書いたり、こんなこと話してたとか、そういうのはダメだよっていう話ね。だから、インフルエンサーとか有名人の人は、結構今までにない、あー、どうしたの？これはすごいみたいな。今までにない気軽な感覚で、で、しかも人と喋れるから、うん、今まで喋ったことなかった人と喋れたりするのね。うんうんうん、あーちゃんが最近話した人で喋ったことなかった人とかだと、なんか安田大サーカスのクロちゃんとか、おーすごい。あとは、さらっと小池徹平がいたり、あとなんか、何会えない、絶対喋れないって人と喋れる。知ってるけど話しことない人と電話もできないじゃん。どうもみたいな感じで、そうそうそう、番号知らなくても大人数の飲み会でたまたま会ったみたいな感覚、はいはいはい、おー疲れ様です、3つも見てますみたいな、そういう感覚で、あー YouTuber してます、あやなんです、よろしくお願いします、あー存じ上げてます、よろしくお願いします、うん、みたいな空間。あーすごいね、やっぱそういう新しいのをやる力は高いよね、あーちゃんは。さすが、すごい頭は使う。まあまあいいんだよ、クラブハウスやってるのは、うん、いいんだけど、うん、まずちょやりすぎ、やりすぎ、やりすぎっていうか、もうあーちゃんはそういうの入っちゃって楽しくなっちゃうタイプだから、ずっとうるさい、ずっとなんか家の中でずっとつなぎながらやっちゃう、いろいろちょっともうちょっと家族の時間を大切にしてほしい。してるじゃん。寂しい、寂しいです。それとあとなんか YouTuber の部屋みたいなのあるじゃないですか、クラブハウスで、うん、あれ最強に意味ないし地獄だ、地獄なんですよ。うーくんからしたらね、うん、うーくん意味ない人と喋るの嫌いじゃん。あーちゃんはもう井戸端会議みたいなのが大好きなの。あー嫌いじゃないよ、こんばんは、何してたのみたいな、うん、そういうのがすごい好きなわけ。クラブハウスはそんな怒ってるっていう感じじゃないです別に、うん、あと何が怒ってんの、あ、もしかしてこれかな。ですか、エビスジャップですか、若手 YouTuber にハマるのをやめてください。若手言うても私じゃないですけど。あ、そうなの、はい、それも嫉妬ですか。嫉妬してねえし。チンチンを触らない、チンチンをもぎもぎしないの。ファミリー、ファミリーじゃない、ファミリー、ダメダメダメ。いやなんかね、ミーハーな気持ちって本当大事だなって思っちゃったんだよね。うん、まあ、一個貫いてるうーくんたちみたいに、本当にブレない人たちもすごい大事なんだけど、うん、あーちゃんみたいにブレまくるっていう芯の通し方もあんのよ。ああ、それは確かに。私だからこそそれが、なんか、何にも思わずできるのかなって思うから、うん。まあ、うーくんにはそれを、うん、っていう目で見てもらって、うん。まあ、アキルの街っていう感じで、見守っていただければなって思います。わーって好きになったものは、って冷めるから、うん、確かにね、そうだからあんまり心配しないでね、マイメロ怖いの、怒られるの。
いや、ずっと子供といるとさ、煩悩が働いちゃうんだよね。もっと常にいろんなことに頭を働かせていれば、こう、きちきちきちっていろいろ、こう、クリエイティブ脳とかも劣らないし、うん、次からあれやろう、これやろうとかなるわけよ。うん、子供とさ、はにゃはにゃー、はにゃはにゃーって生きてたら、うん、もう、はにゃはにゃーっていう脳みそになっちゃうから、うん、やばいやばいやばいって思ってる。そう。それは結構やばいよね。そう、それが結構あるから、ね。クリエイティブ脳は確かになくなっちゃうよね。ヤバ女でありたいんだよね、やっぱり。であるために TikTok とかそういうのにハマってるってこと今。そう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 。あーちゃんがつまんないお母さんになっていいの？ダメであります。でも一緒にじゃあなんかハマろう。そんな、今日の怒りでした。ね、最近ずっとあーちゃんに怒ってない、あゆくん。よくないと思う。もっとさ、ちょっとここに座って。はい。なんで？インカメでさ。でも言いたいこと言うのは大事なんじゃないの？インカメで二人で打つよ。え？言いたいこと言うのは大事だけど、うん、うーくんは最近あーちゃんにずっと怒ってる。だってなんか聞か、言うこと聞かないんだもん。なんで言うこと聞かなきゃいけないの？言うこと聞いたらつまんなくない？言うこと聞かない女くらいの方が楽しいでしょ。いやでも、何？聞いてほしい。言うこと。何を言うこと聞けばいいの？じゃあ。100% 俺に従って。やだ、無理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 、絶対やだ。じゃあ鏡全部割ります。あと聞いて。じゃあ 100% うーくんに従ってどうするの？燃やします。やだ。なんでそんなことになっちゃったの？ウーク？でも亭主関白になってみようと思って今この瞬間から、うん、いや、ウーク結構亭主関白じゃない？あーちゃんすごい寄り添ってると思うんだけど、結局何が言いたいんですか？結局何が言いたいかっていうと、別に自由に生きさせてってこと。私のやりたいこと、趣味、思考に対してぐちぐち文句言ってこないで、不満そうな顔をしないで、全てを認めて、全てを受け入れて、愛で包んで終わり。上からアングルでほら撮ってあげな。領域展開。ポンスもシバユも私になんかもう多くを求めすぎ。ちょっとミルクをあげますので、はい、終わりにします。はい。私は言うことを一生聞かないです。